それでは皆様、今年も目白家の活躍をお祈りするとともに、本日の新年会を楽しくお過ごしください。おっしゃい、楽しくお過ごそうぜ、マクイーン。まずは寿司か、それともカニか、悩んじまうぜ。私はあなたがなぜここにいるのかで悩んでいます。目白家の新年会の席ですのよ、ここは。固いこと言うなって。同じチームでスポーツドリンクを交わし合った仲、つまり親族みたいなもんだろ。ほら、新鮮な魚介類たちが大海原に逃げちまう前に、胃袋という捕獲網で根こそぎかっさらうぞ。わけがわかりませんわ。明けましておめでとう、マクイーン。ライアンにドーベル、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますわ。うん、こちらこそ。お互いに今年も頑張っていこうね。ドーベルは去年も G1 勝利を収め、ノリに乗っていますわね。何かと話を耳にしますし、期待の高さが伺えますわ。本当にモテモテだよね。同じ目白家として嬉しくなっちゃうよ。別にモテるとかは望んでないから。私はただ勝ちたいレースを走るだけ。それより期待されてるって言えばもう一人いるでしょ。ああ、さっき見かけたんだけど。ブライトお嬢様、まもなくスピーチのお時間ですから、舞台袖までお越しください。スピーチ？前年のご活躍をお話しするという。先ほどもご説明しましたよ。ああ、スピーチとはスピーチのことですわね。はい、かしこまりました。お願いしますよ、本当に。あら、ライアンお姉様、それにマックイーン様にドーベルも、ごきげんよう。相変わらずライアンはお姉様扱いなんだ。まあ小さい頃から面倒を見てたからね。ブライト、天皇賞春の勝利は本当にお見事でしたわ。 URA 賞も受賞されたそうで。天皇賞といえば目白家とは切っても切れないレースですわ。私も感慨にふけっております。それもこれも同じチームで励ましてくださったライアンお姉様のおかげ。熱く御礼申し上げます。クラシック級では惜しいレースが続いたもんね。シニアで結果が出せて私も本当に嬉しかったよ。この調子で今年も一緒に大きなタイトルを目指そう。でも今年は結果を出すのが大変な年になりそうだね。黄金世代ですがね。うん、今年からシニア級に上がってくるわけだし、対戦する機会が必ずあるよね。どなたがお相手であろうと、私はなすべきことをなすだけですわ。赤杯の分だけ思いを重ね、ようやく届いたいただきです。その座を容易に渡したくはありませんもの。ですから必ず果たしてみせます。天皇賞春の連覇を。目白家にとって天皇賞は特別なレース。さらに連覇となればマクイーン以来の快挙だね。ブライトはこう見えて頑固者だからね。勝つって決めたら必ず勝つよ。ブライトお嬢様、まだこんなところに。もうスピーチのお時間ですよ。スピーチですから。ブライトの春の目標は天皇賞春ですか。どうかした、マクイーン。あ、いえ、やはりそうなりますわよね。
大活躍の一年になりますように。あと食後のスイーツを食べても体重が増えませんように。皆さんお待たせしました。バッチリ願掛けしてきました。ずいぶん真剣にお祈りしてたね。ところで白沖様って何？福来たるが吹き込んだのね。もちろんトレーニングだってこれまで以上に頑張ります。レースで一着を取るというのは簡単なことじゃないってものすごく思い知りましたから。惜しいレースが続いたもんね。シニア級になったのはいいが、スペの春の目標は決まってるのか？あ、それは私も気になります。トレーナーさん、どうなんでしょう？天皇賞春、いいねいいね。スケちゃんが天皇賞春を走ってるとこ見てみたい。うちのチームには優勝経験者がいるから、レースのコツだって教えられそうだし。マックインちゃん、ミライスさん、二人とも勝った時の姿がかっこよかったな。うんうん、二人ともずっと私の憧れのままだもん。ライスにもできることがあるなら協力するね。スペさん、一緒に頑張ろう。ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、目指せ天皇賞制覇。